大沢章介作品の鑑賞ポイントその2、均整の取れたモニュメンタルな人物表現を手掛けてきた大沢が色彩を簡略化し画面上で再構成する抽象的な作風に移行したのは1950年代頃のこと。自由な発想、明快な形態は西洋の抽象画とは違う大沢独自のものであり、見ているものを試すような謎解きなどのユーモアを感じることができる。